ユーラメリカ大陸図エルギネルペトンはスコットランド相当地域に分布した。エルギネルペトンは約3億7、500万年前におけるユーラメリカ大陸中南部の水域に生息していた原始的種動物。かつては肉器類に分類されていたが、スウェーデンの古生物学者ペルアールベルによる1990年代初頭の再調査で、 極めて原始的な獅子動物であることが判明した。本種は近縁のオブルケビィクティスと共に骨格化石が得られている獅子動物としては現時点で最も古いものである。俗名は発見地名エルギンに古代ギリシア語、ローパイプシロンタウニュー、ハイズル生物を合わせた合成語。本種の化石はスコットランド中部のマレーシアや地方のエルギン市 EN 近郊に所在する。 デボンキの化石産地、スキャット・クレング・ EN から発見された。これまでに発見された化石は断片的なものであり、肩、股関節、大腿骨、頸骨、上下の顎である。この動物と関連する上腕骨と思われる化石も見つかっている。化石から推定された全長は約1.5メートルである。エルギネルペトンはその顎に、エルピストステゲメ・ EN や、 より進化したエルピストステゲルというべき系統にある獅子種動物が共有する特徴を合わせ持っている。股関節や足の構造は、イクチオステガと似ているが、肩の構造は、ヒネルペトンやトレルペトンに類似する。足の化石は発見されていない。そのため、エルギネルペトンがパンデリクティスに禁煙なのか、それとも他の原始的な獅子種動物に禁煙なのかは、はっきりわかっていない。 また、エルギネルペトンと同時代のオブルケウィクティスは、後のデボンキマッキファメニアン EN に見られる、死種動物とは異なる特徴を備えていた。頭蓋骨全部の幅は、オステオレピスカの肉器類や、その他の初期の死種動物より狭く、一方で頭蓋の長さははるかに長かった。エルギネルペトンやオブルケウィクティスには、他の死種動物の出現する前に起きた、適応放散が見られるかもしれない。 関連する生物としては、板川類、トケ魚類、廃魚、プロレピス名廃魚系類、EN、イコール、EN がある。ありがとうございます。